お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM2024 阪神タイガースベースボールカード開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。では早速ね、やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。近本浩二外野手でございます。高寺のぞむ内野手でございます。片山優也捕手でございます。でノイジー外野手のカードでございます。石黒優也投手のキラでございます。長坂健也捕手でございます。岡留英孝投手でございます。2袋目でございます。近本浩二選手のこれカードでございます。井上浩太外野手でございます。青柳晃洋投手でございます。遠藤城内野手でございます。で桃崎葵内野手のキラでございます。でニューカマーのカードですね、これね、これは下村投手のこれカードでございます。高浜優斗外野手でございます。元、日記ハムでございます。3袋目でございます。岩貞優太投手でございます。梶谷蓮投手でございます。津田淳也投手でございます。西勇輝投手でございます。で桃崎葵内野手の100枚限定のこれ C のカードでございます。続けていきます。椎名剛投手のこれキラでございます。で島田海里外野手でございます。4袋目でございます。梅野龍太郎捕手でございます。近本浩二外野手でございます。茨城秀俊投手でございます。村上投手のねカードでございます。でこれユニフォームカードが出ましたね。久しぶりにユニフォームカードでございます。森下翔太選手のこれユニフォームカードでございます。これは360尻でございます。久しぶりのユニフォームカードでございます。渡辺亮内野手のキラでございます。元、ファイターズでございます。いつもひなせ外野手でございます。5袋目でございます。で、これね阪神タイガースのこれマスコットでございます。中野拓夢内野手でございます。坂本誠志郎内野手でございます。渡辺亮内野手でございます。で木浪聖也内野手のカードでございます。どうしてこれ斜めにしてるかと言いますと、反射してね私の顔が映ってしまう恐れがあるのでね、その辺はご了承ください。岩貞優太
投手のキラでございます。霧島拓磨投手でございます。6袋目でございます。桃崎葵内野手でございます。梅野龍太郎捕手でございます。村上頌樹投手でございます。で、大山選手のこれカードでございます。で、ヨハン、ミエセス外野手のこれキラーでございます。で、このミエセス外野手の今度はノーマルでございます。で、ニューカーマーズで、ね、これは、ゲラ投手でございます。7袋目でございます。トイレージ内野手でございます。青柳紅葉投手でございます。で、坂本捕手のねカードでございます。で、こちらが村上投手のねカードでございます。及川雅貴投手のキラでございます。C 松吉投手でございます。秋山拓実投手でございます。8袋目でございます。村上投手のカードでございます。梶谷廉投手でございます。鈴木優斗投手でございます。山田修也内野手でございます。で、前川右京外野手のキラでございます。で、ニューカーマーズシーバ投手のカードでございます。で、漆原大成投手でございます。最後の9パック開けていきたいと思います。西勇輝投手でございます。坂本捕手のこれカードでございます。木浪聖也内野手でございます。で、岩崎優投手のこれ、ね、カードでございます。ちょっと映像がねぼやけてしまってますね。もご了承ください。原口文人内野手でございます。一瞬ね氷が落ちた音がしましたけどね、そちらもねご了承、申し訳ございません。森下翔太外野手でございます。で、最後は岩田正樹投手でございます。以上で BBM2024 阪神タイガースベースボールカード開封動画後編の9パック終わりたいと思います。で、こちらの久しぶりのね森下選手のユニフォームカードがね出ました。で、ここのところねちょっと直筆サインカードがねソフトバンク編も含めてねあまり出ておりませんが、なんとかね、1枚や2枚ぐらいはね、ちょっと出したいなって気持ちがございます。またね、こういったお金がありましたら、こういった開封動画もやっていきたいと思っております。で、さらにはですね、私の、サブチャンネル、僕の料理チャンネルもやっております。そちらは、毎日、ほぼ毎日ね、ほぼ毎日の、夕飯動画や、毎週水曜日の試食動画を上げております。さらにですね、気まぐれでございますがチョコボールチャレンジもやっております。もし興味のある方はね、リンクね、下のリンク貼っておりますので、そちらのチャンネルもぜひ、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。
はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。